本作品は南宋時代に建陽で創成された天目というお茶やお酒を飲むためのお椀である。天目の由来は中国浙江省の天目山付近の寺院で修行した僧侶が日本に持ち帰ったことに由来する。建陽は世界最高峰と言われる国宝の曜変天目を焼いた中国福建省の有名な窯であり、唐時代から存在していたが、宋時代に天目茶碗を焼いてから一躍有名となった。鉄分の多い黒みがかった褐色の土に天目釉と呼ばれる黒や茶色の釉が厚くかかるのが特徴である。本作も黒みがかった密度の高い土に黒と茶褐色の釉薬がたっぷりと施されており、その美しいグラデーションと建陽らしい端正で緊張感あふれる姿に目を奪われる。もともとお茶を飲むために制作された作品なので、お茶やお酒を飲むのに非常に口当たりがいい器で、サイズ感も抜群である。数多く生産されたものではあるが、無傷完品で器の歪みも釉薬の偏りもかせもない文句なしの作品は今や数百に一つしかない希少なものだ。この美しい天目庵で飲むお茶は格別に美味しいだろう。目をつぶってみると、はるか800年昔の南宋時代の風を感じることができるだろう。古美術吉戸は古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。